立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まあ、低めでストライクをきちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。その低めきっちり投げることができるんでしょうか。引っ張った、ファースト取ってアウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者の和田。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。154キロがいきなり出ました。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール、ボール先行です。もう素晴らしいコントロールですね。アウトローの変化球、キレがあります。落ちる球を持ってきました。打った、伸びていく、どうだ、はいはい、ジャイアン、インサイド落ちました、切れました、ファールボール。インコースボール、打った、これもいったか、ジャイアンツ追初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、滑り込んだ、最初は変化球できました。インコース落としました、ボール先行です。3球目打ちました、これはファーストライナー。さあ、これからスワローズが守備につきます。イチローが打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。ライトへ、ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている福留。戸郷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。ここは1球見ました。打ちました、セカンドの右抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは DH 小笠原、ピットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ライト線フェアです、チャンスを広げていきます。ランナー三塁一塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ、追い上げのチャンスを迎え、スワローズピッチャーが変わります。これも見送りました。難しい球はストライクになります。低め、これは外れた、またインロー、見送っています。ボール、同じコースが続きます。ボールになります。打ちました、セカンド取った、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあ、そして打席には菊池が入っています。さあ、ツーアウトながらバッターボックスには代打の江藤。ジャイアンツ先制を許した直後のイニングでしたが、この回逆転しています。インサイド打ち上げました、弾き返した打球はセンターへ、スタンドには届きません。バッター
バッターボックスには代打の中島。ジャイアンツこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。リサ、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がる切れていきます。ファウル、打った、ヒットになりました。バックホームする、バッターボックスには代打の城島。ツーアウトながらランナー三塁一塁。最初は変化球できました。ランナー動いてくるか。取った、取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。試合は最終回まで来ました。追いかけるスワローズの攻撃、バッターは6番山本。ジャイアンツリードで迎える最初球打ち、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている山田。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきませんね。ボール先行、ランナー動いてくるか。これが3球目。ランナーを警戒すれば当然速い球が主体となってきます。さあ追い込みました。まあ、もう1球は外してもいいので、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。インサイド落ちました。同点のランナーも出してしまいました。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそしてバッターボックスには坂本が。バッターボックスには代打の柳田。小宮山さん、なんとかしのぎたいですね。こういう場面はしっかり抑えたいですよ。そうですね。さあベンチの期待に応える投球。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに右方向、ここは打ち上げています。セカンドランナースタート、三塁タッチはセーフ、ダブルプレーはなりません。さあそして打席には古田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがピンチは続きます。まあここをビシッと締めて相手に勝機を与えないピッチングを見せてほしいですね。なるほど、そうですね。一塁ランナーはそのままです。さあ3球目は何か。高めも少しは見せた方がいいですね。低めもより生きてきますからね。なるほど、バッテリーもストレート抜けていった。おっと送球がそれた。サードランナーホームイン。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。初球打っていった、キャッチャーがファウルグラウンドで抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。2番バッター和田。ジャイアンツこの回1点を返されています。さあリードを1点まで迫られ、なおもこれも初球打ち、ライン際へ打ち上げて最後